はい、今日はですね、宇宙の元旦、春分の日ということで、カードの紹介をしたいと思います。レベッカ・キャンベルさんの Work Your Light オラクルカード。直感、本来の自分とつながるっていう意味になりますね。で、ここに三角のマークがあります。そして一枚一枚紹介をしていきたいと思います。で、こちらが一枚目。これが二枚目。とてもツルツルとした。カードになります。絵柄がとても綺麗なんですよね。そしてこれは階段があって稲妻ノー、イエスノーカード。イエスかノーか聞くこともできると思います。で、これは44枚のカードになっておりまして、スピリチュアル、あまりよくわからないんですけれども、スターシードっていう言葉を、このカードやタロットを通じて、スターシードっていうものがあるっていうことを知りました。それがとても自分に当てはまっていたので、そういうことがあるんだなと思いながら、この家に来てくれてありがたく思います。これもお友達からいただいたんですよね。ピンクの柄で、絵柄がとても綺麗です。ほとんど英語と説明書きが書かれてるんですけれども、なんか綺麗な、これがイエスですね。一度弾いたことがあるんですけれども、1枚弾きで1回やってみた時に答えが当たってたので、ちょっと自分でもびっくりしたことがあります。今日初めてちょっと自撮り棒を使ったので、ちゃんとカードに写ってなかったら申し訳ないです。これがプレイ。絵がちゃんと写ってますかね。絵柄だけを紹介してるんですけれども、神秘的ですね。とても、これは綺麗な湖の鏡のような。そしてこれはバラの絵柄になっております。一体これは何人いるんでしょうか。女性が3人、
階段がありますね。で、洞窟のようなところから海が見える感じです。これは緑の自然にあふれてますね。この画像はこの人も3人いて三角ですね。泳いでるような月の下で泳いでるような絵になっております。この人は何を途方に暮れてるんでしょうか。これもですね、何かを眺めていますね。そしてこれはチャクラ的な感じになるんでしょうか。まるでヨガのポーズのような感じですね。で、こちらがバレエのような踊りをする。そしてこれが43枚目で、このカードが一人影のような人がいますね。これで終わりになります。とりあえずカードのご紹介中途半端で、ちょっと初めての手取りうまくいかなかったかもしれませんが、また配信します。よろしくお願いします。